ハルデクゼンは、ドイツ連邦共和国にイーダーザクセン州、ノルトハイム軍に属す小都市である。この町は、ゾリングの門を自認しており、大規模な遊歩道網と結びついている。この町は、木組建築や、ムートハウスを有するハルデク城で知られており、就任邸の空気の正常な保養地であり、野生、家畜動物園やキャンプ場がある。この町は、以下の地区からなる。 マテウス・メイリアムの同伴画に描かれた1654年から1658年のハルデクゼン考古学的出土品から、鉄器時代初期以前から古い定住地であったことが示されているが、ハルデクゼンが、その古いラテン名、ヒリジーチェさんとして、初めて文献に記録されたのは1020年になってからであった。語尾が引く、デグ、あるいはダグの地名であることから、 ハルデクゼンはもともとケルスカー族の定住地であったと推定されている。ハルデクゼン近郊のガルゲンベルクには約2000年前の屈葬墳墓がある。古い定住者を示すもう一つの証拠は長さ1 5トルの青銅製の斧である。この斧は丸斧で紀元前1550年から1300年頃の 青銅器時代中期のものであることが証明されている。さらに、ハルデク前周辺からは新石器時代の石符が発見されている。この町は1383年に、ブラウニッシュバイクゲッティンゲンコ夫一斉によって都市圏を授けられた。ハルデク城は200年の間ベルフ家の夏の館となった。歴史的な中核地区は何度も大火災の犠牲と、 なっている。1678年12月24日の大火は、春で偶然の歴史上通説な出来事であった。中核地区の大部分が大火災の犠牲となった。ただし、この火災はミサが始まった時刻に起こったため、人的被害はなかった。火災の原因は、現在もわかっていない。火災は、市役所の裏の建物から広がったもので、おそらくアの乾燥か。 ガチョウの丸焼き作りか何かをミサの間放置したためと推測されている。この町は1973年に州士帝の保養地に1975年には州士帝の空気の正常な地に登録されている。ハルデクゼンの住民はハルデクゼン聖マウリティウス教会組織に属すプロテスタントイコールルター派の信者が主である。 ハルデクゼン聖マリエン教会に属すカトリック信者もいる。宗教改革よりも前の時代、1307年から1545年までの間に17人の死祭を数えた。1540年以後、プロテスタントイコールルター派教会の礼拝が行われるようになり、牧師が置かれた。ハルデクゼンのキリスト教家は、ハノーファー周辺よりも以前に行われた。 ハルデクゼンが近隣のパーダーボルーン市教区やヒルデスハイム市教区ではなくマインズ大市教領に先に編入されていたためである。それから3世紀後の1002年から1024年にハルデクゼンで最初の教会堂が建設された。ハルデクゼンは1150年からネルテン女祭長区に属した。11世紀初めから1543年に 宗教改革で廃止されるまで春でく前に、カラント兄弟団が設けられていた。兄弟団に関する最初の信頼できる証拠は15世紀、初めのものである。プロテスタントイコールルター派教会の礼拝は1540年から取り行われていたのだが、公式の宗教改革は1543年1月1日とされている。この日、教区監督官。 アントニウス・コルビーヌスが視察に訪れ、教会組織を新たに編成した。新しく制定されたコルビーンの教会法は1919 19年まで、効力を有していた。宗教改革の採用により、政治にや聖遺物への崇拝も収束した。これにより、聖ーフィトゥスの意外を有するハルデクゼンの教会への巡礼も途絶えた。 行政庁舎ハルデク前の市議会は22議席からなる。この姉妹自治体協定は1998年11月の東西ドイツ国境開放後最初の姉妹自治体協定であった。シュトルベルクは2010年9月1日に中途ハルツへ編入された。第一条兵館ハルデク城12世紀に建設されたハルデク城は 当時のベルフ家の子を一世の行政府であった。現在も、ムートハウス、ハーゲンハウス、城壁の一部が残っている。ムートハウスの内部は見学でき、式典や催しのためにレンタルすることも可能である。その収入は、上司の保存費用に充てられている。騎士の間は、春と夏には、戸籍役場が利用している。聖マウレティウス教会は、ブラウンシュバイク校。 オットーの未亡人マルガレーテによって1423年に完成された。この教会はおそらく同じ場所にあった古い教会の光景として造営された。名前の聖マウリティウスは11世紀に多くの教会で守護聖人とされており先行する教会があったことを示唆している。聖マウリティウス教会の現在の建物は 多くの増築や修復がなされている。15世紀末、市長のビンケルマンが資材を投じた、礼拝堂が増築された。宗教改革に伴い3つの祭壇は解体、または改変された。これにより教会は新体制となった。ルター派による、最初の礼拝は1540年9月15日に、挙行された。1579年から1580年に、 最初の大改修が行われた。1747年に屋根と酒老の老朽化が報告されている。大館、ビーデマイアーは以下のように報告している。老朽化した教会の屋根と疲変した教会等には新しい屋根が必要であると思われる。塔本体も修繕は不可欠である。人為的にあるいは強風で金が落下する危険があるからである。 しかし、教会にはそのための資金が不足していた。ハルデク前主は、その不足分を提供し、教会等の所有者となった。本格的な修復は18世紀後半に24年をかけて行われた。1789年に大規模な改修工事は完了し、これにより教会は、現在の姿となった。1860年代に、市は、 教会等を教会に変換した。首労、教会の大金は約500年前のもので小さな金と共に2005年に修復された。これにより2つの小さい金が13世紀に作られたものであることが立証された。つまり聖マウリティウス教会の首労内に吊り下げられている金は中世から残っている北ドイツでは 大変に珍しい制度制の金である。修復された金を吊り下げたことで、手労の老朽化が改めてはっきりした。この塔は、多額の費用を費やして修復され、他の金が補充された。オルガン、聖マウリティウス教会のオルガンの歴史は16世紀から残されている。最初の後期ゴシック様式のオルガンは1511年に作られた。 このオルガンについては、どのようなものであったかはほとんど伝えられていない。二番目のバロックオルガンは1784年に建設されたもので、オルガン製作者、ヨハン・ユストゥス・ハンゼンの作品であった。このオルガンは、1927年に、専門家によって、修復不能と鑑定され、1930年に、新しい空圧式オルガンが設置された。このオルガンには、 最初から技術的欠陥があった。1973年のアドベントの時期にモーターのコイルが焼き切れてしまい、慌てて電子部品を調達しなければならなかった。こうした応急処置が1974年から1996年まで取られていた。現在の1706本のパイプを持つオルガンは1996年にオルガン製作者、 ベルンハルト・エドスケスによって制作されたもので1784年のオルガンの筐体を転用している。このオルガンは教会の北側2階席に設置された。演奏台はハンゼンのスケッチに基づいて制作された。昔の記述通りに黒炭剤と造毛や骨が使われた。オルガンは釘やネジを使わずに組み立てられた。 見張り島1383年の都市建築予後、当時の領主ブラウンシュバイクゲッティンゲンオットーによって、春で偶然の町を囲む市壁が建設された。市壁はおそらく1400年頃に建設された。修復された見張り島とそれに隣接する市壁の一部が、中世のこの町の強固な防衛施設を忍ばせている。 ビルトパルクビルトパルクは1965年6月に開園し、ハルデク前市民のみならず近隣のゲッティンゲン、ノルトハイム、ウスラーの人々も訪れる。この公園は何年も前から、超重生息域保護団から、物心両面での援助を得ている。エスポルデ川の渓谷に位置する、約12ヘクタールの土地に、約150種類の動物が展示されている。 身近な家畜動物の他に、チューリンゲン野生ヤギ、アングラーザッテルシュバインなども見ることができる。子供にとって特別なアトラクションとして、小型のヤギ、ポットベリードピッグ、ロバ、ポニーと触れ合えることである。春でゼンからゾリングハルツイコール横断歩道が始まっている。この他、マウンテンバイク地域ゾリングフォーグラーが提唱され、 ゾリングに 22km から 60km までの15の周回コースが設けられた。1897年にハルデク前最初の大企業の一つであるセメント工場が開業した。このセメント工場は現在閉鎖されているが、採石場は現在も石灰石の採石に利用されている。2007年12月にセメント工場の塔が爆破された。 2006年11月から、かつてのセメント工場の建物にカトレンブルクリンダウに、本社を配おます管理会社が入居している。徐々に、木材加工や、金属加工産業の他の会社もこの町に進出した。ドーマネ・アインライタングスマークと GMBH&COKG、OK、は、現在従業員200を要する市内最大の、雇用種である。ハルデク前主は、 車では、連邦アウトバーニア7号線から、連邦道 B446、または、連邦道 B241 号線で到達することができる。連邦道446号線を使うと、数キロメートルで、連邦道 B3 号線に到達する。連邦道 B241 号線は、ハルデク前から西に向かい、ゾリングを抜けてベーザー側に沿って進む。 鉄道では、ノルトハイム・オットベルゲン線を利用する。かつて使われていた車道は、旧市街では、狭く、拡幅不可能であり、窮屈なカーブが多いため、連邦道、B241 号線は、市街地の外を走っている。バイパス道路は、通過車両の交通量を減らし、そのためグラーデベルクさんの先端を超える道路は、閉鎖された。二つのインターチェンジが、 地区のネットワークをつないでいる。ありがとうございます。